94九州スプリングフェスティバル。次のチームは C 大学フランスタン。ユニドルに入ってなかったら、こういうね、ステージに
まあ、絶対ね立ててなかったのですごい入ってよかったなって今ではすごい思ってるし、卒業するのがとても悲しいです。みんなありがとう。やめて。はい、じゃあ私行きます。ユニドルの大会、多分うちの学年多分結構回数出てるのか、何回出てるんだっけ。6ですね。けど私今回の予選が3回目だったんですよ。実は結構少周りより少なくてちょっと経験不足だったなって思うところもいっぱいあったんですけど、3回目のステージで、まあ、3人で立てたから、この3人じゃなかったら多分決勝もいけてなかったかなって思うから、とりあえずよかったなって思います。じゃあいいかな、こんな感じで。そうですね、じゃあ告知させていただきますね。はい、3月16日、ちょうど来週、あと 6日後に、本当に私たちのユニドル演者として最後のイベントのフランフラン単独公演が福岡ポケットにて開催されます。もう本当に最後の日で、私たちも今すっごい準備をめちゃめちゃ、今めっちゃ準備してて、すごいもう素敵な公演になるようにこう毎日毎日努力っていうか、もうこう振りを入ってるので絶対楽しませれる自信があるので、皆さんよかったらチケットの方購入してとか言ったことあれなんですけど、はい、もうぜひ来ていただいたら私たちもすごい嬉しいのでよろしくお願いします。はい、お願いします。公式ツイッターの方を見てください。よし、じゃあ次の曲いきましょうか。はい、次の曲、大会曲ですね。大会の決勝で披露させていただいた曲をここ九州でも披露させていただきたいと思います。では聴いてください、ディスティニー。